はい、こんにちは、えー。本日はガジェットラジオをしていきたいと思います。で、なんとですね、今から私は、えー、風呂自動を押しますので、えー、お風呂が湧き上がったらレッを止めようかなという、あのそういう超緩い舐めた撮影でいきたいと思います。 聞こえましたかね今、お湯張りが始まりました。というわけで、今回の話題、ガジェットラジオは、iPhone 16 Pro のお話でございます。えっ、ー、と、まあ、私、こちら発売日にゲットしまして、そこから3連休を経て、まあ、5日、ね、4日5日ぐらい使ったわけなんですけども、まあ、この時点での、ま、ファーストインプレッション的なものを、この動画として、 え、残して発信しておこうかなと思います。えー、今日はもうラジオ動画ですので、もうカラーグレーとかカットも極力せずに垂れ流しで、はい、行かせていただけたらなと思っております。というわけで、えー、もうね、皆さん画面が閉じて、あの、ラジオ感覚で聞いていただければ幸いです。はい、というわけで、iPhone16 Pro の話題なんですけれども、と、まあ、とりあえず一番のメイントピックである、ね、カメラコントロールですね。えー、カメラボタンではなくてカメラコントロールですね。はい。 え、こちらなんですけれども、まあ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 、割り振る機能によっては有意義に使えるかなっていう気はしています。ただ私はまだまだ、え、ロック画面のカメラボタンから起動する癖が抜けません。はい。で、えっと、ま、このボタンなんですけど、ま、物理で押し込めるボタンになってまして、ま、物理で押し込むと、ま、カメラが起動したりシャッターが切れるわけですね。で、あの、いわゆる Mac のトラックパッド的な感じで、こう、軽く押すと、こう、 UI が飛び出てきて、まあ、なんかいろいろね、いじれますよっていう、え、ものなんですけれども、まあ、この力加減がね、結構まだ慣れてないので難しいなっていうところです。あとは、ここでいじれるのが、まあ、トーンとかスタイル、カメラ、ズーム、社会深度、露出とか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、例えばカメラ。これはあの、レンズの倍率を変えれるんですけど、こんなも別にここの画面にご丁寧に出てきてますので、別にここで切り替えなくてもいいんじゃないかなと思うわけですよ。 で、ズームに関しては、まあ、僕はま、デジタルズーム使わないので、あんま、ま、用事がないんですね。別にデジタルズームするぐらいだったら、後からトリミングしたらっていう感じなんで。で、被写界深度に関しては、これ、ポートレートモードで使うやつですけど、まあ、これもソフトウェア制御なんで、まあ、後から変えれるんですよね。別に撮影時に頑張らなくてもいいわけですよ。で、露出も、まあ、そんなに追い込んだ表現しないので、まあ、別にここでそんなにいじらなくてもいいかなっていう。 で、スタイル。スタイルに関しても、あの、今回これ新しく採用されたフォトグラフスタイルですけども、これも後で変えれるんで、別にここでいじらなくてもいいかなってなるわけですね。で、まあ、それでいくと、このもう一個ね、最後残されたトーン。これも後からいじれるので、もういい略って感じなんですけど、まあ、ただね、このトーンに関しては僕結構いいなって思っているところがありまして、まあ、iPhone のカメラって結構コントラストがなんか微妙なんですよね。 なんか白、しら、しらっぽくなったり、やけに暗くなったり。で、そのあたりで、このトーンを使うことによって、あの、まあ、トーンをマイナスに振ると、結構あの、コントラストが締まるというか、あの、黒がグッて締まってくれるんですね。あの、iPhone のちょっとしらっちゃけた黒じゃなくなるんですよ。あれが結構いいなと思ったので、まあ、これね、トーンマイナス0.5ぐらいにしとくと結構調子がいいなっていう感じなので、まあ、僕は一旦トーンが起動する状態でいつも止めておいて、 ま、若干こうね、いじったりするときはたまにありますけど、まあね、あの、こんなね、iPhone のプロシリーズを発売直後に買うようなね、ガジェットオタクなんていうのは、大体みんなこういうね、メインのカメラを持ってるわけですよ。あのうちであれば、今動画撮影で使ってる f x 3、えー、スチールで使ってる α7-3 があるわけですよ。あの、ちゃんと撮りたかったらそういうカメラを持ち出すので、別にスマートフォンでそんなに頑張って撮ることっていうのはあんまりないわけですね。 まあただ、やっぱりあの、カメラを持ち出さない日ももちろんあります。ただ、携帯を持ち出さずに出かける日はないです。なので、まあ、必ず毎日持ってるカメラを、まあ、ある程度のレベルまで開けておくっていうのは、まあ、確かにね、シャッターチャンスを逃さないっていう意味では、まあ、いいかもしれないですけど、別に今年の15から16に対する進化に関して言えば、別に15でよくねみたいなところが、え率直な感想でございます。はい。なので、 まあ私は15プロから16プロに変えましたけど、別にこれはどっちでもいいかなという感じはします。まあそのあたりの話はちょっとね、あの特徴を全部押さえた後でしたいと思いますけども。で、次の特徴ですね。バッテリー持ちがまあ良くなりましたよみたいな話が、一応 Apple 公式からも発表会で触れられてましたけど、それに関しては十分実感できるかなと思います。以前使っていた iPhone 15 Pro は、 結局1年間使用してバッテリーの劣化率が94%で売却したんですけれども、まあそれと比べると、まああれを80%運用とかしていると、もうこの時間帯にはですね、もう10%とかになってたんですよ。電池残量が。 で、今回シックスティンプロに関しては85%運用をしてるんですけど、まあそれで今ね28%ぐらい残っているので、まあこれは全然あのバッテリー持ち進化したと言ってもいいと思います。まあただこれに関してはバッテリー持ちが進化したのもまああるかもしれませんけど、まあ大部分は劣化してないバッテリーにね、新品のバッテリーになってるっていうのもかなり大きいので、まあまあ気持ち伸びたかなぐらいで思っていただければいいかなと思います。はい。 で、あと特徴といたしましては、ケース問題ですね。あの、やっぱりこのカメラコントロールできた関係で、えー、サードパーティーのケースですと、ここが思いっきり欠けてたりとか、あとは、なんかボタンが沈むような形状になってたりとかして、まあ結構相性問題出てるみたいな話もあるので、えー、私は今回に関してはこの Apple 純正のシリコンケースで着地しております。まあ他にいいのが出てきたら買い替えるつもりではいますけれども、 まあまあ、シリコンね、ちょっと不安なところはあったんですよ。あの、ポケットに入れにくかったらどうしようとか、ものすごいホコリが吸着しやすかったらどうしようとか。まあ、ただ現状、ここ数日使ってる感じでは、そこまでこう、なんかクリティカルな弱点は、今のところ見つかってないので、まあ、返品することなく使い続けることになるんじゃないかなとは思います。なんせね、黄色が可愛いんですよね、結構。で、白に黄色。いい感じですよね。 ね、こっちを向けるとね、画面黒くてなんかピカチュウみたいな感じで、可愛いですよね。はい。というわけで、まあ、ケース運用はそんな感じにしております。あとは話題的には、あの、レンズの反射防止コーティングの記述が Apple の公式ページからなくなってちょっとプチ炎上みたいな話はありますけど、あれはちょっとまだ今日、えー、死にしたばっかりで、細かい事情が分かってないので、あんまり話題には触れないでおきますけれども、まあ、 ゴーストは頑張って工夫して防いでくださいとしか <laughs>。まあ、あとはあのね、そんなにスマホカメラにいろいろ求めるんだったら、あの、ぜひね、カメラを買ってくださいというのがまあ、私の持論というか、あの、おすすめでございます。はい。カメラは楽しいので、ぜひあの、ちゃんとしたカメラを買っていただければ、あの、物理構造の暴力であの、ゴーストとか触れ合っていうのは減らせますので、はい。っていう感じですね。 なんでまあ別に iPhone のカメラにそこまで細かいことを私は求めてませんという、はい。いうところでございます。で、動画性能に関しては、えっ、ー、と、私は発売日の夜にあの、Vlog1 本上げてますので、あの、そちら見ていただければなんとなく質感はわかるかなと思います。と、まあそこに関して一つトラブルが起こったとするのであれば、あの、4K120P を純正アプリで、えー、外部ストレージに記録しているときに、あの、私いつもサンリスクの この SSD 使ってるんですけど、ま、なぜかあのスピードが足りませんみたいなダイヤログが出て、録画が止まったぐらいですね。はい。まあ、ただこれに関しても、えブラックマジックカメラというあの動画用のカメラアプリがあるんですけど、まあ、それを使えれば 4K120p 内部収録できますので、まあ、それを使うのが無難かなとは思います。で、あのデータを取り出すときに SSD 経由するなりして Mac にぶち込めばスムーズですので。 まあ、ただ、ここに関してはあれですね。まあ、その、いわゆる写真のロー、プロローとかありますけど、あれに関しては、まあ、ライトルームにぶち込んだりすれば現像できるわけですよ。ただ、現状を、僕が知ってる範囲では、 じゃあ iPhone でログ素材を取りました。それを iPhone 内のみでカラーグレーディングして、まあ、例えばすぐ SNS に上げるとか、そういったワークフローの構築が結構難しいなっていう印象を受けてまして。まあ、現状僕はそういったアプリを知らないですし、まあ、普段のワークフローで行くと僕は Mac の d a v i n c を使ってるので、じゃあ iPad 版の Davinch を iPad Pro に導入して、まあ、それでやりますかっていう話になってきますけど、まあ、でもね、iPad ずっと持ち歩いてるかって言われたらあれも結構邪魔なんでまあそうなると結構まあ確かに綺麗にダイナミックレンジあってまあいい素材ではあるとは思うんですけどじゃあそれを常用して気軽になんかインスタのストーリーとかに出先でパッてあげたいけどカラーグレーディングする環境がないみたいな感じになるんでここに関してはちょっとねソフトウェア開発の皆さんに頑張っていただきたいところではありますねもう少しそのログ素材を身近にできるアプリがあると あの、非常に遊びがあっていいんじゃないかなと思います。まあ、それで行くと、あの、ブラックマジックカメラに一応、ラットを焼き込む機能があるので、まあ、あの、自分でラットを作って、それを iPhone に入れておいて、ブラックマジックカメラでや、ラット焼き込みで撮っちゃうっていうのが、まあ、一つの打開策ではあるんですけど、まあ、それだとね、なかなかこう、濃度の調整とかが難しかったりするんで、まあ、やっぱり撮影後に、ラットを複数、こうね、合わせてミックスさせて、 ここんんななな感じの色味ででで出ししたたいなみたいいいみととができるねねすごい楽しいんですご楽けどねちょっとまだそのワークフローは構築できておりません。というのが iPhone のログ素材に関する私の個人的な要望というか夢というかはいまあそういった印象を抱い,いております。でまあじゃあねそんなにこうなんかちょっと微妙な感じで評価をしている iPhone16 Pro ですけどじゃあなんで買ったんやみたいな話なんですが ま、ここに関してはもう完全にあのアップルファンのエゴですね。あの、毎年9月はアップルにリンゴ税を納税する月ですので、まあ、その折です。というのと、まあ、あとあの iPhone のプロシリーズはリセールが結構いいので、 えー、去年使った iPhone 15 Pro、えー、ちょうど1年使いましたけど、あれも結局17万ぐらいで購入して、13万5 0 0 0円ぐらいで売却して、で、今年は価格据え置きだったので、えー、ぶっちゃけ差額4万円ぐらいで iPhone 買い替えてるわけですね。まあ、厳密には多分4万円を若干切ってます。3万8 0円、9 0円とか。で、なってくると、まあ年間4万ぐらいのサブスクなわけですね。 じゃあ iPhone 15をじゃあ2年使ったとして、今14の買い取り相場を見てみると、まあたいまたそこから3、4万落ちてるんですよ。ってなると、まあ年間3、4万のサブスクと言えるわけですね。1年使っても2年使っても。であれば、まあ仮に2年後に1年損をしたとしても、別にそのプラス1万円で毎年常に最新機種が使える、使えたっていう、まあ、ね、あの、所有欲はあるので、 まあそれに1万円出したと思えば全然僕は割合バランス取れると思って買っているのでまあ余ほどなんかすごい値上がりとかかんなかものすごい中古相場が下落するとかまあそういったことがない限りは基本的には毎年 iPhone 買おうかなっていうスタンスに今はなっております まあ2年間使ってバッテリーの劣化が85%で Apple Care でも面倒が見てもらえなくてそれをしゃあなしそのまま85%のまま売却すると満額査定つかないよねみたいな話もあるんでまあそれであれば今回94%で某量販店に査定に出した iPhone は無事あの満額買い取になってましたのでまあまあ大幅に劣化する前にどん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 買い替えていってしまうっていうのはありなんじゃないかなっていうような所感でございますなので私は別に 今年は、さすがにちょっと進化微妙すぎるなって思いましたけど、まあそうやってあの、今の14プロの売却相場とかを見た結果、ああ、この作画だったら毎年新しい iPhone 使っといた方が精神衛生上いいよね、みたいな感じで、ええー、あんまり深く考えずに、ええ、ポチっているというような状況でございます。はい。というわけで iPhone16 プロを使い始めて大体数日経ったファーストインプレッションとしてちょっとね、この動画を 残しておこうかなというふうに思います。まあ、今回に関してはね、例年と違って、やっぱり iOS18 の今後1年間の発展についていけるデバイスっていうことでまあ発売されているので、まあ、こいつはまだね、フル機能を使えてないんですね。まあ、いわゆる Apple Intelligence とかもそうですし、まあ、Apple Intelligence に関しては、あの、iPhone 15 Pro でも使えるので、まあまあ、別に16に限ったことではないんですけど、 まあ、このカメラコントロールもそうですよね。今後アップデートで、いわゆる半押しで露出ロックだったり、えー、フォーカスのロック来るみたいな話も上がってますので、まあ、発売直後の iOS18.0 に関しては、まあ、こんなところで、まあ、今後18.1、18.2と上がっていく中で、まあ、こういったハードウェアの部分、え Apple、ー、Intelligence に一応特化した、まあ、チップの性能というところが徐々に発揮されてくるんじゃないかなというところなので、まあまあ、 バッテリーの綺麗な新しい iPhone になったということで、今後1年かけてですね、iOS 18の発展を、まあ、最先端で見届けていくための、まあ、参加権を買ったみたいな感じではありますので、まあ、今後1年のソフトウェアアップレートを楽しみに待ちましょうというところでございます。なので、まあ、私ね、今日はあの、職場出社して、まあ、iPhone 16 Pro を買ってるというのは、もうあの、周りの仲いい人はみんな知ってるので、iPhone 新しいのどうなんやみたいなことを聞かれたんですけど、まあ、 今日に関してはもうあの僕はと一貫して、まだ審議ですって言っときましたね <laughs>。まあ審議なんですよ。だから本当にソフトウェアによって化けるので、このカメラコントロールも現状何に使うのんだかが僕は正直な感想なんですよ。もうここで押した方が手ぶれ少なくないみたいな。親指でシャッターの方が良くないみたいな。現状まだここでカメラ起動しちゃうし、みたいな。ここは出ないみたいな。 むしろあの車から降りるときとかにあの、G、充電器から取り出すときに間違ってカメラコントロールを押しがちみたいなもうそういうあの誤って押してしまうボタンとしてしか使えてないのでまあ慣れの問題でしょうけどまあそんな感じでですねまああのまだ審議っていうところが正直な感想でございますはいというわけでえ長々と15分ほどおしゃべりしてきましたがえ私の iPhone 16 Pro のまあファーストインプレッションというか 使い始めて数日経った時の、まあちょっとね、感情を、えー、こんな感じでダラダラとラジオ形式で残してみました。えー、またね、あのリアクション等が良ければあの、定点観測した結果をまたこうやってダラダラおしゃべりする動画を作ろうと思っておりますので、興味ある方はぜひチャンネル登録や高評価、コメント等々よろしくお願いいたします。 えー、私の細かい思考というのは、あの、X の方に垂れ流しておりますので、あの、興味ある方は、あの、X の方もフォローしていただくと、あ、こいつは毎日毎日しょうもないことを考えてるんだなというのが、あの、伝わると思いますので、興味ある方はぜひフォローもよろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、もうね、寝ましょう。はい。<laughs> というわけで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。